雨がねひどいと犬たちを外に出すのに、まあ、本当大変。びちょびちょで極力犬たちがね濡れないように、特にページ毛が長いから毎回レインコート着させるのも面倒くさいし。はい、お願い。はい、大変。よし、おいで。おかえり、ありがとう。行くよ、ほら。ほら、ほら、行こう、行こう、行こう、ほら。みち、前向いてちゃんと集中して。はい、おかえり。はい、おかえり。はい。どうだった？雨の散歩。ようやくね、駐車場のあるコインランドリー見つけました。雨も止んでよかったね。あとでもう一回散歩行こうぜ。うん、ね。熱そう。あ、怖い。あ、熱い。罰ゲームみたい。うん。やばい。めっちゃうまい。なんか超トロットロ、なんかね、なんかスープじゃないかっていうぐらいトロトロ。へえ、全然まうっそ、うん、やばやばいね、これ。あの目そうこれ多分ね、これ気になるよね。るんだわ。うん、これはね、ちょっとね、あの今度ね、またあの紹介しますけど、健康なノマドライフを送る上で、あのまあフィットネスジムと、あとちょっとムエタイジムに練習をしに行くっていうコンセプトが僕の中であるんです。まああの若い頃あのキックボクシングをやってて、で大人になってもあの健康維持のためにね、あのダイエットのためにあの運動をずっと続けてるんだけど、せっかくね全国各地回るので、タイ人トレーナーがいるムエタイジムをこう全国各地を回るということで、で今日ね朝行ってきたんだけど、スパーリングの時にちょっとね自分が悪いんだけどちょっと当たってしまって、一発目だったんでしょう。一発目っていうか1ラウンド目、ね、1ラウンド目うん、それでちょっと切れちゃいました。まあ、あざはね見た目がねすごい腫れて派手なんだけどね、もう年取ってくるとさ、もうちょっと当たるだけですぐこう青くなんだよね。そう、ガードの上からでも自分の手が当たって腫れるから、もう年取ってくると、うん、本当に。ということであんまり気にしないでください。気になるよ。気になるよね。うん、うん、美味しい。どう、うん、めっちゃうまいくない、うん、やばいよね、うん、ソースがなんか特殊な味だよね。うん、ソースが甘い。なんていうお店？テコヤ。うん、テコヤ。大阪の人、なんか美味しいたこ焼きあったらここのぜひっていうのを教えてください。お前か、欲しい。うん、あ、とりあえずね、日中ちょっと、まあ、30分ぐらいの移動ちょこまかちょこまかしてたね、うん、コインランドリー行ったり、ま、ジム行ったり、たこ焼き食べたり、あと薬局行ったり、うん、どのぐらいだろう、その30分の移動を 3,4 回してたんだよね、うん、で
結構ねやっぱ同じ場所にずっとってなかなかできないんだよね。無料で駐車場止められる場所っていうのがなかなかないので、買い物して止めてとか、あと夜間だけね最大300円のところに止めてとか、その都度その都度車を移動させないといけないんだけど、まあその移動がちょうどねバッテリーをまた戻すのにまあちょうどいいのかなっていうところで、まあアーバン車中泊スタイルはまあこれが一番いいのかなと、うん、で今日はとりあえず外でまあ自分たちのね食べたいご当地グルメばっか食ってるわけにはいかないので、今日は愛ちゃんが作ってくれますね。俺のリクエストなんです。うん、だけどさ、ここで料理するのが初めてで、うん、とりあえずの荷物は入れてきたけどね、うん、でもちょっとこの料理の使い勝手とかもどんな感じなのかね、うん、やってみようよ。今日は何作るの？それでサラダチキン、うん、トモのリクエストが、ね、ストでもうねご当地グルメで外でね食べることが結構やっぱ出てくるので、それ以外の時はもうできるだけ健康食をもう食べたいということで、まあ、今回のねノマドライフの、まあ、コンセプトは健康なので、鶏の胸肉とで味付けは岩塩だけ、そしてブロッコリー茹でたブロッコリーで、あとは納豆と、あとなんかなかった、うん、あれじゃない、カニカマ。カニカマ、うちのすごいやつをさ気づいた。レンジがさ、うん、サラダチキン作ろうと思ってレンジで作ろうと思ったけどレンジも収納になってるから犬対策のためにそうそう、犬対策だね、収納っていうか、そうそうそう、もうページがね何でも食べちゃうから、食べ物置いてあると何でも食べるから、もういろんなものがさここに入ってんの。これちょっと少なめだけど水は貴重だしさ、ここはねダイネット仕様になってます。今サラダチキンさ、うん、レンジで作ろうと思ってんだけど12分13分にしてみたんだけど、オッケー、ちょっと試してみようよ、うん、これね今とりあえずエアコンを切って、まあいざとなったらポータブルバッテリーあるから、うん、エアコン使いながらでもレンジのコンセントをポータブルバッテリーにつなげればいいんだけど、うん、まあ、それめんどくさいから、うん、とりあえず今ちょっと切ってみた。エアコン切って。だけど一緒に炊飯器も使いたいけど。炊飯器は多分大したことない。そう、でもちょっと心配だから、まあ。とりあえず今これやってみよう。うん、で、じゃあ12分どのぐらいなのかね。13分。13分。オッケー。じゃあちょっとこれ今それで見てみようよ。いい？やっちゃって。うん、はい。今46アンペア使ってるので。46アンペアっていうと1時間で46アンペア、46アンペアパワーだから、で12分っていうとまあ大体4分の1でしょ。じゃあ 42×10.25 で、ああ10アンペアぐらいしか使わないから大丈夫。とりあえずね 5% ぐらいしか減らないので、あ、大丈夫なんだ。うん、なんかさ一緒に何かをしたら落ちるとかそういうのはないの？家だってさ、いろいろ使ったら落ちる。サブバッテリーは1500ワットまでなのね、うん、だからこれが600ワットでしょ。でエアコンでもう多分600ぐらいなのかな。だからギリギリ大丈夫なんじゃないかな、うん、でも一応念のため炊飯器だよ。炊飯器はちょっと見せて。炊飯器は全然大丈夫なんじゃない。で IH はやめて、うん、今ブロッコリーを蒸そうかと思ってんだけど、あ、全然210ワット、これ1.55だけだもんね。うん、全然大丈夫だ。はい、なんかいつも蒸し器使って蒸してたんだけど、うん、家だとだけど蒸し器ないからさ、しかも茹でんの、あ、蒸すの、蒸す、うん、でもちょっと水入りすぎちゃったかもしれない。若干茹でみたいな感じになっちゃったけど。12分経ちました。はい、じゃあちょっと出してみて。
あ、出さない。あ、出さない。うん、このままずっと。オッケー、じゃあそれで15分くらい、うん、どのぐらいになったか。あ、ほら88%、 計算通りだね。 93% から 88% になったから 5% 減った。はい、味見してみる。硬さ、うん、硬さチェック。うん、いいね。ブロッコリー、うん、ブロッコリーは俺野菜数少ない好きな野菜だから。そう、うん、数少ない好きな野菜、うん、じゃあいただくよ。ご飯食べよう、うん、今日はさ、もう超ヘルシーじゃん。いいね。